ちょっと待って。乗るんだよ。あー違うよ。一本足に乗るんだよ、一本足に。光、一本足に乗るんだよ、一本足に。じゃあ上げた方に傾いたらダメだよっつってじゃん。一本足に乗るんだから引きつけてなきゃ。そうそうそう。でお腹に引きつけると倒れちゃうからね、自分が。二の足が待って一本足に乗るようにね。ケツが出ちゃってるよ。全然明かり、二の足が入ってないんだよ。行きながら途中で止まっちゃってるもん。自分で突っ込み行かなきゃ。そう、もっともっと脇の下開けて、下げない下げないって。こう下げたら、あんま股関節が痛い。下見ないよ。あれ見るんだ、あれ。柔道は人間形成を見るんだよ。顔をあっちに向けろっつってんだよ。顔をこっちに向けんだよ。人間教育のところに。蹴らないよ。いっちゃ。さあ、あかり。足で蹴らない。膝の裏、膝伸ばす。手下げない。もっともっとその一本足の膝が伸びきっちゃってるからだよ。10本やったら10本もう終わっちゃうから今。で、なんで膝曲げるの？伸ばす。ふわっと上げる。で、その引き上げて自分が入るときに膝が伸びちゃダメ。そう、おけつが上がっちゃダメなんだよっつってろ。これに合わせて自分が伸び上がったら意味がないんだ。これ上がると同時にもっと低さをキープしなきゃ。ああ、ケツがブイーンって上がってんだ。ケツがブイーンって上がってんだ。ほら。光を見ててみ。いや、今度手が上がってねえじゃん。ほら、ケツがブイーンって上がるだろ。なあ。光、ケツがブイッと。で、膝をさ、伸ばさないようにすんだよ。一本足にスクワットできません。スクワットなんかじゃねえよ。その状態立ってるだけだよ、ただ単に。で、この足を上げないから、スクワットになっちゃうんだよ。後ろの足ビーって、膝と膝を離せば、体バランスよく立ってるんだよ。こう、不思議とね。伸ばしてみろよ。重てえのはしょうがねえじゃん。はい、10本。1、すぐ。2、下に引いてあげる。3、膝が曲がってる。4、もう少し伸びるよ。もっと背筋を伸ばすべくって。違う、その、なんでかける前に伸びるんだ。相手を持ってきたらだよ。足上げるときに背筋伸ばす。5、くるぶしで蹴らない。6、10本っつって6、はい、終わっちゃう。はい、またこうやってあげた。あ、こうやってあげないんだよ。上に引っ張り上げるの。7、二の足待って。二の足もっと奥に入れる。相手のへその下まで。そこそこ向こうに行くっすよね。30分。8。9。だからな、10本目に上げて。もっとそれにこっち来いよ。見えねえから。しっかり投げ切れよ。10。
じゃあ。